いい感じになってきたので、うん、透き通る。おお。すごいね。本当に見えるよ。レモン入ってるから酸っぱいんじゃないの？うん。甘っ。甘い。なんかこっちの方が。こっちの方が甘い。こんにちは、VCP のミクタンです。サーマスです。 VCP の補聴です。シャ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 。今日は何をするのかというと、砂糖とレモンとなんか液体の水、はい、水、はい、今日はべっこ飴を作っていこうと思います。一つの方にはレモンを入れて2種類2種類のべっこ飴を作っていきたいと思います。はい、お砂糖も15g あらかじめ、うん、あらかじめ入れておいたので、はい、じゃあこの通りね、お水を味が違うべっこ飴を作るためにレモン汁を加えていきます。はい、なぜレモンなのかっていう後で説明するから、ちょっと入れすぎちゃったかもしれないはい、じゃあ、はい、じゃあこっちがレモン汁が入ってる方、はい、こっち入ってない方、あとつけてね、はい、やけどに気をつけてね。で、せーの、グレードで加熱をしていきます。蒸発するのに時間が ね、ま、なんかちょっとレモン汁入れてない方が沸騰してきましたね。うん、一応なんかめっちゃグツグツしてきましたね。ちょっと色がなんか変わってきた。水飴みたいな感じにも、ね、そうだね。電源を切ります。冷ますために火から下ろします。粗熱が取れたのでこちらへ移動します。こっちがレモンが入ってる方でこっちが入ってない方なんですけど、見た感じレモンが入ってる方が結構濃い茶色のような感じで、入ってない方は薄めの黄色よりの茶色です。爪楊枝を今粗熱が取れてこのまま冷やしても大丈夫なんですけども、急いでる場合は冷蔵庫へ持っていきます。じゃあこれが冷えて固まった、はい、冷蔵庫から例えば出してきた、はい、そうですね。はい、はい、じゃあ綺麗だね。こっちがねレモンを入れた方で、こっちは何も入れなかった方なんですけど、めっちゃ綺麗っすね。すごい透き通ってる、ね、ガラス細工みたい。じゃあちょっと外してみます、ね、はい、お綺麗。あ、ちゃんと固まってる。めっちゃ綺麗。やば、いや、おすげえ工芸品みたい。いい感じ。お、うわあ、すげえ。めっちゃ透き通ってますやん。どうやったらいいとかをね、はい、後ろに。でも透き通る。おお。すごいね。本当に見えるよ。あ、大丈夫大丈夫。外側外側。おお、こっちはこっちで。マジなんか、ね、いい、すごくいい。はいはいはい。色はね変わってるけど、やっぱこっちも。ちょっとなんか紅茶みたいな感じ、ね、透き通ってストレートティーみたいな、ね、あ、すごく綺麗。じゃあちょっと食べたい、うん、お、じゃあこっちレモン入ってる方入ってない方でちょっと食べ比べてみてもらって。じゃあこっちからいきます。入ってない方だね。甘いねうまいね。そらそう。こっちはどうよ。レモン入ってるから酸っぱいんじゃないの？うん、甘っ。甘い。なんかこっちの方が、こっちの方が甘い。マジで、うん、あ、レモン結構なんかガッツリレモン入れた気がするけど、こっちの方が甘い。甘い、なんか甘い。おー、だけどめちゃめちゃ甘い。ほー、なんか違うんか なんレモンが、なんでなんですかね、レモンがうん、でこっちの方が甘いなと思うけど、なんでこんな甘いかっていうのが、レモンはなんかしてんのやなっていう。なんでなんですかねなんで甘いのレモン入ってるのね。じゃあそれについて今から解説をしていきたいと思います。お願いします。はい、じゃあまず今日作ったのはべっこ飴なんですけど、うん、はい、まずべっこ飴のべっこってなんだかわかります？はい、どうぞ。このイラストの通り亀が関係してます。そうです、その通りそう、もともとはね亀の甲羅、その亀の一種の甲羅の色に、色を使った製品がべっこだったんだけど、その色に似てることでことからべっこ飴と呼ばれています。で、まずそう、こっちねできたべっこ飴なんだけど、はい、やっぱ透き通ってるしガラスみたい、うん、ガラス、うん、もともと砂糖は結晶なんだけども、うん、それを水と加えて熱して冷やすことで、その結晶が不規則に、うん、不規則に、そうそう、
なってしまって、そのことをガラス構造っていうんだけど、うん、そのこのべっこ飴がほんとまんまガラス構造、うん、まあ、見た目がもうね、そうそうそう、ガラスっぽいし、ね、はい、じゃこのね、うん、こっちのレモン入った方、天下糖とも言うんだけども、うん、天下糖っていう、あの元々の砂糖って二糖類、うん、二糖類の、うん、で初糖っていうんだけども、そこにレモンだとか、うん、まあ、お酢だとかね、加えて酸を加えて加水分解することによってブドウ糖と果糖っていう単糖類に分かれる、二糖類が単糖類に分かれる、そう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 、なんだけど、うん、さっきこっちのが甘いって言ってくれたんだけど、うん、そう見れば分かると思うんですだけど、初糖とブドウ糖と果糖の中で果糖めちゃめちゃ甘いの、ね、でなんか甘さを比べると、この果糖ね、フルクトース、スクロース、グルコース、フルクトースなんですけど、そうそう、このフルクトースめちゃめちゃ甘くて最強の甘さで、ちょっと初糖がね甘いくらいで、ブドウ糖がまあやや甘いみたいな感じの甘さの力関係があるんだけども、もともとの酸を入れなかった方のべっこ飴はこの S のまま、うん、スクロースのままだから、まあ甘いよね、うん、なんだけど、この加水分解された添加糖だとブドウ糖と果糖、これとこれに、うんうん、分かれて、もうめちゃめちゃ甘い、確かに、なるほど、のがあるから甘くなんね、そうそうそう、甘く感じるっていう、レモン酸、まあレモン汁とか酸を加えてるんだけども、酸っぱくなるんじゃなくて、元々のやつよりももっとさらに甘くなるということでした。はい、そんな感じで今日はべっこ飴を作って解説してきたんだけども、はい、まあ、すごい本当に昔ながらのお菓子って感じ。確かに。で今いろんなねスイーツとかあるけども、ありますね。まあシンプルね、シンプルで、めっちゃシンプルですね。美味しいし、砂糖と水と、そうそう、砂糖で作れるからね。シンプルで、まあ、うん、今ね説明したように科学的にも、うん、教育的な意義がね、うん、ある教材としてもとてもいいんじゃないかなと。いっぱいありますね。食べてよし、学んでよしね。そうだね。美味しい、美味しいです。はい、そんな感じで今日は、はい、べっこ飴ね。べっこ飴やっていきました。はい、また次回の動画でお会いしましょう。はい、ぜひ作ってみてね。さよなら。さよなら。